こんにちは、全景 AI フォーラムです。こんばんは。今日は2021年6月30日、6月最後であり、2021年の前半が終わる日ですね。早いですね。2021年もあと半分しか残ってないってことですけども、全景 AI フォーラムです。こんばんは。いいよね、ペラペラめくれるってね。あ、本当に懐かしい。同時で、同時、そうか、同人界隈の人なんですよね、石川さんね。じゃあそういう元プロから見たら、いろいろ作り甘いですか？いや、知らん、わかんないですよ。だってこんなの、だってもう PDF にして、あともう業者さんに投げてるだけだから。ああ、まあね。で、その石川さん、今ね、乱入してくれましたけども、ザム5月号ができました。やっとできました。僕結構手抜いてるんで、最近。で、5月は、全景 AI フォーラムの5月は、僕は、前座は喋りましたけども、基本コンテンツは、発表しなかったので、ザム5月号は、気候3編で、ほぼ仕上がりっていう形に、もう初めから思っていて、で、予定、スケジュール、オンスケでね、全景 AI フォーラム6月のイベントの最初に、前回の全景 AI フォーラム前月の5月の雑誌版をリリースするっていうスケジュールなんですけども、無事リリース、昨日ですね、 PDF をアップしてですね、もう見れます。見れる場所に行こうか。せっかくだからね、オンラインフォーラムがあります。ディスコードっていうのはサポートのなんかか、ディスコースですね、オンライン掲示板ですけども、5月のアーカイブのページにですね、マガジンで、ウェブ版 PDF ファイル、ソースコード。ね、ソースコードっていうのを行くとなんだっていう話ですが、GitHub にですね、レポジトリ切って、全景 AI マガジン5月号のレポジトリがあるんですよ。ね、ここに行って、行けば、全景 AI フォーラムは、全世界にフリーで発信していて、それのマガジンなので、PDF もフリーで皆さんダウンロードして閲覧、読むことができますので、どんどんダウンロードしてですね。で、ご希望の方はですね、自費でですね、ファミマに行って、普通とかしたら、うまくパッチャンって中閉じできるに、皆さんここページがですね、リンクがありますが、 GitHub、 あ、読み込んで、最近知ったんですが、その PDF がコピー機を使って冊子を作るっていうのが、セブンイレブンのコピー機には、なんか、それぞれ、会社が違うみたいですね。で、多分、今はこれができて、セブンはこれができて。冊子。冊子ってできて、僕が手でですね、ページ1ページと最後のページをひっつけて、次のページは2ページ目と裏のページをとかっていうふうにレイアウトをごちゃごちゃやっすると、正しくページ割り振られた両面コピーができて、ホッチキス閉じまでしてくれるのかな。そう、僕セブン使ってないのでまだ実験してないですけども、これも時間切れだな。オンライン共有しますので見てください。PDF ファイルがでかいのかな。僕のネットワークが遅い、ね。公開しました。パチパチで、じゃあ見れないじゃないかっていう話ですけども、見ますね。見ますっていうのは一応僕が仕込んでおいたページはですね、
君今これで隠れて見えなくなっとるな。これをスリーショットで、今毎号ですね、あの僕の方でですね、あの表紙デザイナーをですね、あのお願いしますって依頼してですね、あの毎号違う人がデザインしてます。で3月号、さっきの紫のこれですね、これは本田さんにデザインしてもらいました。で今回5月号は古川さんに、古川さん実はね、これ見えてんのかな、みんなに、2月号のデザインも古川さんしてもらいましたが、5月号古川さん発表だったんですけども、デザインしてもらえますかってお願いしたらしてくれました。でね、これは結構スキルが、こっちのスキルも毎回上がってますね。素晴らしいですけども、 3DCG になってますでね、5月号の表紙、俺こんなに喋ってて時間あるのかな。でこれ見開きの目次ページもあのデザインしてもらいました。こんな感じでね、なってます。で言いたいのはですね、あで古川さんの発表の見開きですね。で石川さんの同人誌経験ありの石川さんのですね、あのかぐる奮闘記の記事も入ってます。でで米田さん、ズーム来ていただいてありがとうございます。5月発表していただきましたけども、それの、原稿もいただきました。時間タイムリーですね。皆さんありがとうございます。一番遅いのは結局いつも僕がいつも編集遅くなってるんですけども、そういう情盛りだくさんです。で、っていう感じですけども、ね、古川さんに表紙をデザインしてもらって、裏表紙もですね、合わせて、ね、デザインされてるんですが、3D グラフィックスね。で、1月号、2月号、3月号、4月号、5月号ね。自分自身の表紙がここに入ってるわけですよ。なんかかっこいいですよね。これが4月号なのかっていう議論が多分巻き起こるはずなんですが、4月号どこ行ったっていう話がありますが、4月はですね、全景 AI フォーラムの4月はですね、僕が一人喋りしたんですね。で、ってことは、全景 AI マガジン4月号は僕が書けば出るんですけども、一人だとね、期待してる人も一人なのでモチベがあんま上がんないっていうのがあったり、3月号がですね、執筆が結構ずれ込んで、これも僕が遅れたんですけども、っていう時間的な制約もあって、で5月号は今言ったように3名の方に発表してもらってっていうんで、こっちの方が優先順位高いんで、4月号はちょっと後回しにして、今日からですね4月号執筆しようかなと思ってますっていう話です。でここまでがもう54分になりましたが、全景 AI マガジンのですね、近況報告でした。